はようございます、ゆめいです。おはようございます。ビクトリア州ロックダウン8日目でございます。もう8日経った。うん、ちょうど1週間経ったから、じゃああと5日だね。5日で終わることを祈ってるけど。どうなんだろうね。今日14人だね。少しずつは減ってるけどね、まあ、でも全部ちゃんと隔離できてるみたいな、リンクされてるからね、うん、そこは問題ないと思う。で、今日はこれから日本のパン屋さんにパンを買いに行きたいと思います。今年3月くらいにできたふうみふうみっていうカフェとベーカリーが一緒になってるところで、ずっと行ってみたかったの、インスタで見てて。で、今移動範囲が一応5キロまでなんですけど、ギリギリ家から5キロなんで、今から行きたいと思います。今日買ったのがこの塩パンで、塩パンのブラックセサミ、ごま、黒ごまだね。で、あとこれはね、パープル餅って書いてあったんだけど、タロじゃん、タロか紫芋が入って、中にお餅も入ってるって書いてあった、うん、で、これがブラックティーバナナマフィンで、こちらが卵サンドです。美味しそう、半熟になってる卵が。いただきます。気になるから。なんか下濡れてる。あ、なんかね、蜂蜜みたいのがついてた。半分甘いやつ。イカスミだっけ、なんだっけ。いや、ブラックセサミ。ああ、ほんのり甘いぐらい。すごいな、黒ごま味。黒ごま味、うん、普通の塩パンいただくわ。うん、まあ、塩パン美味しい。どうなか、あんま甘くないよこれ。嘘、紫も入ってる。うん、砂糖あんま入ってない。いや、餅入ってる。お餅入ってる。うん、すごい甘さ控えめ。うん、珍しい塩パンってのね。うん、うまい。美味しい。うん、なんだろうこれ、何の味だこれ。ロックダウンの辛い気持ちを吐き出してください。もう嫌だ。ロックダウンの何が嫌だ。いろいろです。仕事できないし。そうだね、ずっと家に、まあ、ずっと家にいるのはいいんだけど、やっぱ自由にいろいろできないのがね、ストレスだよね。うん、そう、家にいれることは嬉しいことなんだけど、なんか自由に食事行けたりとか、どっか遠くまで行けたりとか、そういうのできないのがやっぱりストレスにならない。うん、もう5キロって制限されてるしね。そう、やれないことが多すぎるストレスですよ。うん、それがロックダウンだからね。うん、それでいて、なんか家にいる時の生産性が上がらない。本当に毎日家にいると俺は。え、どういうこと、家にいる生産性って。なんか大学のこととかやろうと思うんだけど、全然やれないのよ。進まないってこと？集中できないの、なんかもう、うん、うまく。前のロックダウンからそうだけど、すごい集中できないの。うん、うん、なんでだろう。リアルな声だね、それは。私は正直、あのロックダウンのダメージはゼロです。だってほぼ同じ生活してるし。まあ、ただその週末とかね、ラックンが休みの日にお出かけとかできないのは、まあしょうがないよね。もうせっかく家にいるのに。そう、ラックンがせっかく家にいるのに何もできないっていうのはある。あと友達と会えないね。ああ、それが嫌だね。うん、それ嫌だ。人に会っちゃいけないからさ。うん、
でも果たしてこれをもう一生続けるのかっていう、オーストラリアね。いや、ワクチンが広まるまででしょ。ファイザー入ってくるまでにもう一回ロックダウンとかマジやめてほしい。でもありえるよね、10月だから。まだだって2ヶ月ちょっとあんじゃん、うん、だって前回のロックダウンから何俺5週間ミラさん、ミラさん、今日も元気ですね今日もご機嫌ですか？一緒に寝てたね。起きた今フードバンクに行きます。フードバンクっていうのはこういうパンデミック中にタダで食料品とかをもらえるところで、私たちも去年から結構、去年の6段からお世話になってて、いつもはあの留学生用のフードバンクに行ってたんですけど、今日はあの初めて倉庫で、あのドライブスルー、車で行くところに行ってみたいと思います。フードバンクって会社だったの？名前だっけ？会社の名前かな、フードバンク。多分そうだよね、あれ紫色。そうそうそう、大きい会社がやってて、チャリティーみたいなやつやね。うん、ロックダウン中仕事がなくて、まあ収入もなくて国のサポートもない中、すごいありがたいよね、こういうサービスは。ありがたいっす。そういうところは本当にオーストラリアに、オーストラリアっていうかフードバンクに感謝してます。何回か行ったよね。うん、フードバンクだけじゃなくて、あの教会のとかも行ったし、ね、そうだね、教会のフ、それぞれ個人個人でやってたりもするから、うん、あ、フードリリーフっていうのか。うん、前にも動画開けたかな、ちょっと覚えてないんだけど、今日まあその倉庫のところにね行ってみるんで、どんな感じか見てみたいと思います。ドライブスルーで。そうそう、で今日行くところはあの留学生用じゃなくて、誰でもね、あの誰でも行っていいところで、しかも何の登録とかもいらず、何も聞かれないらしい。留学生用のフードバンクはいつもあの登録するじゃん、うん、大学とかさ、あのいろんな個人情報登録するけど、うん、多分今日行くところは何もそういうのがいらないみたい。フードバンク大学生のところのやつ聞かれるからね、あの職なくしたとか。そうそうそう、そうだね、聞かれてたね、前ね、どこの大学とか。うん、そういうのがない、ね、そうそう、そういうのはないらしい今回。多分この列が今フードバンクの列だね。こう U ターンしてね、30分ぐらい待ったね。うん、何の、何だろう、全部でこんな感じです、もらったもの今日ね。あのドライブスルーだから、もうこうやって箱と袋に詰めてくれてます。コンタクトです。うん、いつも行ってるところはね、自分の好きなものを取るんだけど、うん、まずは牛乳、カフェクレマポールズのやつよ。ちょっといい感じのやつだっけ。ティップトップ、パンですね、よくあるやつ、うん、野菜、うん、おー、冷凍、ベジチップスだった、冷凍。へえ、チップス、まあなんかこういう感じに切ったチップス型に、
なるほどね。このエコバッグもくれました。26ゴールド。フォーミュラ、粉ミルクもくれました。赤ちゃんいるって言ったらね、この粉ミルク、ね、これだ。うちのよりちょっと値段が上のやつかな、多分、うん、あとハギーズ、ちょっとまだサイズは大きいんだけど、おむつもくれました。すごいね。これチョバーニヨーグルト、ちょっと開けてみて。あのフィットエクサのカチってやるやつ。うん、8個入りだ。うわ、すごい。全部食べれるこれ。食べます。バナナとチョコチップのやつかな。バナナピーナッツパンチ、美味しそうだ。わ、うわ、入ってる。お菓子入ってる。ティーが一箱入ってる。わあ、すごい。何ティー？トラディショナルアフタヌーン。オーツ、よくある。ちょっと一個ずつ見せて、ちゃんと。スープ。アプリコット。おお、缶の。缶の。でっかいしかも。すごいいろいろ入ってるね、缶が。これチョコレートのスナック。うん。おかしいね。あ、パスタ嬉しいです。パスタ嬉しいね。ウルハスのパスタ。ウルハス？ポルシじゃないわ。うん、パスタソース、はい、ありがたいね、パスタソース。うん、2。わ、なんか美味しそうなの入ってる。何？アーモンドブラジル&カシュースプレッド、パンに塗るやつ。おー、パンに塗るやつだ。美味しそう。これスープ。スープ、何スープ？ステーキ&マッシュルーム、美味しそうです。カントリーフレンチホワイトワインクッキングソース。何に使うの？パスタベーコン。パスタ、うん、2個ずつ入ってるんだね。うん、スパゲッティ。おお、缶の。缶のスパゲッティ、ね、これ初めて見た、こんなオーストラリアっぽいブランドのやつ。缶の中に入ってるスパゲッティ、うん、ビーンズ、よくある。 SPC のビーンズ、うん、美味しいです。またミルク、でっかいやつ。でっかいね。長期保存可能です。うん、米。あ、お米、へえ。以上です。これは相当持つね。うん、こんだけあったらね。すごいいっぱいもらいました。フードバンクの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これは一体何でしょう、何ていう食べ物でしょうっていう。さっき入ってたスパゲッティの缶です。オーストラリア名物。これ何でしょうっつって当てられたらすごい人だよね。あんまスパゲッティに見えないけど、ぶっちぶった切られてるし、ね、うん、日本にはないやつですね、これは。日本にないね。あんま食べたいと思われないで。今日も動画見てくださりありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね皆さん、バイバイって。バイバイ。